こちらにはどのぐらい置いていただけるんでございますか。うるさい、入ってろ。 先生、お待ちしておりました。皆さんお達者ですか。ええ、おかげさまで。どうにか。そうたくさん、またやっと済ませてもらいに来ましたよ。ああ、どうぞどうぞ。ああ、3年前にお借りした納屋、また貸していただけますか。ええ、それはもう喜んで。村の病人の面倒を見ていただけるんですから、こっちからお願いしたいくらいで。はい。 Thank you.
は折れとらんぞ。心配ない。よかったね。これで元気出せるわよ。藤作さん。わしら、お礼と言ってもこんなもんでしか。わあ、美味しそうな大根。体の悪い人が行ったら遠慮なくどんどん連れてきなさい。はい、ありがとうございます。こんなに心配しなくていいんですよ。はい、ありがとうございました。次、影谷。お願いいたします。結構ですな。こちらのものが一等評判が良くてね。そうかい。親分さん、いくらでも買いますからね。どんどん頼みますよ。任せてきな。けど、ちっと金が過ぎやしねえか。ご冗談でしょう。どこよりも高くお買いしてるんですからね。じゃあ、これで10日後にまた。くれぐれも頼みましたよ。おう、いつでも来な。いくらでも作ってくれ。では。じゃあ。おう、しまってきな。え、親分。親分、この娘でさ。お、かわいいじゃないか。そんな泣いたら可愛い顔台無しじゃないか。ね、そんな怖がらないで、ね、どうせ泣くんならいい思いして泣かなくてな。やす、優しく扱ってろよ。さ、行きな、ね、うん、こっち行きな。親分、実は今日3年目来たことのある例の変な医者が。医者、薬にするんだとかで葉っぱや根っこを探し、山の中うろうろしてるんですが、こんなことされたんじゃ例のことが。ジタバタすることはねえ。そのうち始末すりゃいい。はい、お薬です。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、お大事に。さあ、タメさん、見てもらえるぞ。さあ、先生、お願いします。お前さん、いつからそんな状態になった？世界が去年の秋から。去年の秋？だるいか？息苦しくはないのか？ほら、どけどけ！どうするんだよ！おい、親分がおみ足おけがなすってんだよ！おい、そんなことだ！つまってらしやがって！おい、親分、早く返してくださいよ。どうぞ。よし。何黙ってんだよ。おう、お直ししろ。直せってんだよ。早くしねえかい。ほら。痛い。親分が痛いって言ってなさるんで、丁寧にしろよ、丁寧に。おい、はい、ああ、だっておい、やめろ。痛くねえようにしろって言ったのかよ。てめえ、それでも医者か。行きますぞ。おい、さあ、どうぞ。こらぁ、なんで飛びまーどけだよ、こんでろ。飛ぶんじゃねえんだ、こんでろ。御嶽の左平次親分がいなさるかい。大和田の甚五郎が来たと取り付いた分だぜ。え、ざと一元はといや、鳥羽のいざこざだが、腹立にえぐり返ってんだよ。見てくれよ。え、奴を追ってきた時には全部で15人もいたんだぜ。その傷もそうかい。このまんまじゃ土星の顔が立たねえんだよ。顔ね。兄弟、そうとしたからには俺も力貸すね。すまねえな。水くせえこと言うね。一の野郎、どうあっても命にかけて食べきってやる。それがな、せっかく追い詰めたのに途中で邪魔が入って、そこの番所に一応引かれたんだよ。番所？ああ。そんなことか。そんなのわけねえ。任せてくれ。
어. 어이. 내놔. 오, 긴가? 에이. 난 놀아서. 마도로보 시대나이 것도 와갔단다. 마도, 예. 아, 빨리 가자. いいから出ろ。また私はどうもしましたよ。いいな、いいな。すいません。茶碗一杯お願い。へい。まとろぼしてねってば。晩酌払えるし。 だってば出されるし、おかしな宿場だ。えい、どうもすいません。えいさん、勘定は届きますよ。 には手は出せねえんだよ。うん、親分さん、手貸してやろうか。おめえ、これでも立つってのは。そうじゃねえよ。だったらしょうがねえじゃねえか。あそこの端っこの兄さん、そこの銭投げてみな。 いいから投げろ。こいつなら座頭市をやれるぜ。目が見えねえんで、とっくらぶっ放しゃ。十両で。 座頭市を打ってやるぜ。よし、勝ったぜ。やった。 撃ったぜ。どうも、ご苦労ね。じゃあな。来い。ようだぜ。まさか撃ち損なったんじゃ。はい。離せ。離せ。 おい、あんま見かけなかったかい。さあ、おい、行ったってかい。どこにもいませんね。いや、どこへ行けん。まだ遠くへは逃げてねえはずだ。一軒一軒もっとよく探せ。 いいか、分かったな。座頭市って野郎だ。見つけたらすぐに知らせろよ。隠したりしやがるとてめえもぶっ殺すぞ。いいか、早く、早く、どうしねえ。えらいことになってきたな、おい。
してご迷惑はかけませんから。焼酎があったら分けてやっとくのがよし。すいません。お願いします。自分でやったのか。手当てしよう。盗作。お峰、傷の縫い合わせする。支度しろ。はい。そのままでよい。早く。どうせ。帰るがいい。迷惑がかかってはいかん。他の人にも喋らぬようにな。はい。とんでもねえことしてくれたな。いちゃ傷を負っただけで逃げたんだぞ。そりゃそうだろうよ。何？俺はおめえのおかげで兄弟分に恥かいちゃったんだ。どうしてくれるんだ。黙ってねえで何とは言え。てめえから位置を打つって言ったんじゃねえかよ。だから打ったじゃねえか。誰もバラすなんて言っちゃいねえや。玉はちゃんと食らってるだろう。何を。命を取りてえならあと30両だ。ふざけるな。10両も払ってんだぞ兄弟。雑魚位置をやりゃおめえさんも大したもんだ。木曽街道はおるか中山道東海道までおめえさんの名が300両出したって惜しかねえよ。おい、岩。はい。よし。その30両出してやら。おい、待て。里一になっていましたぜ。どこいた。あの藪医者のところで。藪医者。ええ。俺
俺の足を直したやつだ。おい、鉄砲一、今度はとどめさせてこいよな。ほら、お前らもついてけ。よく見やってろよ。佐藤一がどんなに強くてもよ、医者にかかってるじゃ大したことねえ。ほう、やっぱりこんなところにいやがったか。今度こそ息の根止めてやるぜ。さあ、早いとこ一発ズドンとぶっ放しておくんなせ。おい、やべ医者、その男をこっちに渡してもらおうじゃねえか。ここは病人以外来るところじゃない。何よ。私は医者だ。今この病人を動かすことはできん。お帰りください。言ったな、この野郎。もう一遍言ってみろい。乱暴は許さん。どうしても連れて行きたいなら私を倒してからにしろ。こいつ、待て。どうなったんだおい。どうしよう。すいません、ご迷惑をかけちまって。おい、酒持ってこい。酒だ。もうよしよ、毒だよ。ねえ、2階に部屋がある。うるせえ。いつまで飲んでるんだよ。なんで一応やらなかったんだよ。聞いてるんじゃねえか。このままじゃ親分のとこ受け入れねえぜ。うるせえ。逃げるか。暴れたい。銭は叩き返すで。親分にそう言っとけ。あんな変な野郎見たこともねえ。いきなりぶん殴りやがって。んで、俺はどこにいんだよ。居酒屋でベロンベロンに酒くらって暴れてやがるんで。どうして一を撃たねえんだ。それがさっぱりわからねえんで。で、一は何してんだ。それが息もできないくらい言わってるんだ。バカ野郎、てめえらもドス持ってんだろ。ドスを。だったらてめえらのドスぶち込めえじゃねえか。のこの帰ってきやがって。無駄飯食わしてんじゃねえんだよ。頭いてんだよ、頭が。ほらな、腹が痛いんだ、腹が。ほら、インドから次止まんねえんだよ。見てくれよ。順番だ、並べ。行け。俺たちは急病人なんだぜ。こんな奴らと一緒にされてたまるけ。おどめろ。あれ、見てくれ。こんなところに雑魚一が寝てやがら。昨日からこのヤブ医者にかかってんだ。そろそろくたばってるかもしれねえぜ。おい、娘さんよ。俺は足が痛いんだ。足直してくれよな。おう、みんな治るまでここにいさせてもらおうぜ。おう、そうだ。もう直してくださいぜ。ほら、腹が痛いんですよ。なんとかしなさいよ。お前、たばっちまってみてた。先生が断らしたかもしれないぜ。
何をする病人だぞ。伏せ。構わねえぞ、一味。待ってください、乱暴はやめてください。やめて。先生やお嬢様にご迷惑がかかりますか。私はヤクザは嫌いだ。だがあんたはまだ病人だ。その傷で動いてはいかん。養生して早く治して、そして出て行ってくれ。弥七さん、お願いです。あなたあの人たちのお仲間だったんですね。どうかもうこれ以上父の仕事を邪魔しないよう言ってほしいんです。一さんは病人です。それに何の関わりもない村の人たちに迷惑をかけてはいけないんです。どうか分かってください。おめえさん誰だい。誰なんだい。知らねえな。なんだい、お前さんの知らない人かい。わかりました。あなたは本当に昔の弥七さんではないんですね。人のために尽くした立派なお医者様だった弥七さんという人はもう死んでしまったんですね。酒だ、酒を持ってこい。このバカ野郎、ザトイチの野郎、なんとか打つって考えねえとな。このままじゃあの鉄砲傷が治っちまう。そうな、足腰立たないのに子分がどんどんやられたんじゃ元気になってみろ。お前これ大変だぜ。殴り込みをかけるか、あの薄いた猫屋に火つけるか。そうやな、なんとかうまいって考えないといけねえな。親分、あの医者の娘よ。うせえ、俺が考えてんじゃねえかよ。起きたりしてダメじゃないですか。もう大丈夫です。元気になりました。でも今日一日は寝てるようにって父も言ってましたのに。もうこんなにお世話になって寝てばっかりいたら罰が当たります。もうそれに先生やお嬢様のようないい方に足なんぞあんまり長くやるってとご迷惑がかかります。もうそろそろわらじを履こうかと思っております。あ、飯の支度でございますか。あのちょっと何か手伝いましょうか。いいんですよ。
何をしているんだお前たち。この男のような病気をしている者は他にもっといるのか。そういえば二助も宇野吉もこの辺りにたくさん生えているのか。へえ、ここから向こうの方へかけて。いつからこんな草を取っていたんだお前たち。はい、去年の秋頃からで。俺はもう2年ちょっと前からで。これが金になるので。バカ、これがどんなに恐ろしいものかということを知らんのかお前たちは。お前たちの体も心も腐ってしまうんだぞ。これはそういう草なんだ。そう言われてもわしら働いても働いても貧乏で、これを持ってきゃ金を。どこへ持ってくんだ。どこだ。どこなんだ。はい、親分さんが。親分。ええ、御嶽の左平次親分さんが買ってくれますんで。みんなその草を全部私に出しなさい。はい。ごめん、左平次さんにお目にかかりたい。親分、役員者が来ましたぜ。あんたが左平次さんか。そうだ先生、座頭市を渡す相談にでも来たのか。これを村の人たちから買い上げてるのはあんただな。あいつら銭が欲しくてこんなくだらない草積んでくるんだよ。嘘を言っちゃ困る。あんたが積ませてるんじゃないか。そのためにどんなことになってるか知っているのか。ああ、俺は村の貧乏な奴らを助けてやるために銭くれてやってんだよ。それがどうかしたかい。それは間違っている。あんたが何をしようと勝手だが、この草を積むことだけはいかん。これを用いることによって人間は廃人になってしまうのだ。先生、ざっと一かくまった上に俺に説教しに来たのか。今にこの村はおるか、日本中に広がって。広がる結構じゃないか。これは儲かってしょうがないやな。何を言う。私は医者だ。どんなことがあってもこれは食い止めてみせる。大感謝を訴えても。分かっているのか、これがどんなに恐ろしい草かということが。大変だ、先生が切られた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 。大変だ、大変だ、大変だ。しわでも巻いとけ。先生、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 先生が嫌いですと。先生が大変。先生が大変。なすったんです。左平次親分が。あの人たちは俺だ。先生、しっかりしてください。神様の言うな、先生を。先
私にはもうこれ以上。どうしよう。先生が、医者の先生がこんな大怪我しまったら、おいらどうすることもできないしね。他に先生がいねえしよ。このままじゃ先生が死んじまうよ。先生、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 みんなもっと楽にしてやってくれよ。いや、しゃくしろよ。頼むぞ、ごめんなさい。今日だよ。ねえ、しけたつらするなよ。座頭市のことは俺に任しときなって。なおい、どんどんやってくれよ、どんどん。いいか、兄弟。俺が一声かけりゃな、この辺の街道筋の親分たちがドーンと集まってくんだよ。そうなりゃ、お前、座頭市なんかひとったまりもねえ。なあ、いいわ。ええー、もう。何したってな。これが物言う世の中だからな。そうだろう、兄弟。今ね、きっと一の首板が土産に蹴ってもらうからよ。な。すっかり迷惑かけてすまねえな。ねえ。この借りは必ず消すからな。な、水くせえこと言うなよ。あの石を叩きって一発かましてやったんだな。いくらざっといちだったよ、お前な。
送ってとお前さんの体から赤いものが吹き出すよ。雲根から叩け。助かる。先生はもう大丈夫だ。え、本当ですか。先生助かるんですか。すごいみんな。よかったよ。先生ありがとう。助かった。よかった。ありがとうございます。助かった。助かる。助かる。先生助かる。ありがとうございます。女だてらに鉄鋼キャハン、長ドスぶち込み、颯爽と仁義を切る女ヤクザ。光月昇をゲストに迎え、女ヤクザと座頭市がちぐはぐな面白さの中に痛快な復讐を遂げる。誰だそこで覗いてるな。油断をそりゃこういうことになる。次回座頭市物語、八幡仁義にご期待ください。Thank you.